本日のご紹介なんですけれども、こちらになります。ドリブンからリリースされております HDMI のカープレイアダプター、こちらのご紹介をしていきたいと思います。でこちらの方はオッドキャストの製品カー TV メイトという製品があるんですけれども、今回のこちらの製品はなんとこちらになるんですけれども、カープレイと HDMI が使える製品ということになっておりまして、まあ、特に今このアトットさんのディスプレイオーディオを使っておるんですけれども、有線のカープレイしか対応していないナビ、30系のアルファードなんかですと有線対応だったりするわけなんですけれども、まあ、無線のカープレイを導入したい、でまた HDMI の拡張ポートも導入したい、まあ、そういった方も非常に多いと思います。まあ、そういった方向けにとっては非常にうってつけの有線のカープレイ、Android Auto の USB ポート、まあ、こちらになるわけなんですけれども、まあ、これさえあればこの無線のカープレイ HDMI 使えるということになりますので、興味ある方は最後までご覧になっていただければと思います。で今回の動画に関しましては、この HDMI 使ってどういった機能が使えるのかということを皆様にご紹介をしていきたいと思います。まず一パターン目なんですけれども、こちらもうだいぶ古いものなんですけれども、まあ、Chromecast になります。で Chromecast って何かと言いますと、キャスティングができるというメリットがある製品となっております。テレビでキャスティングをして、まあ、YouTube、それから Amazon プライム、まあ、そういったものを見るために使うための製品と、まあ、いうことになっておるんですけれども、まあ、こういったものが車でも使えるようになるということになります。でこれもすでに接続してあるんで見ていただくと、こんな形で今待機モードに入っておるんですけれども、例えば動画を見たいという場合なんですが、まあ、YouTube で紹介していきたいと思うんですけれども、ここのところなんですけども、キャスティングのボタンがあります。でここを押していただいて、まあ、一番上にオフィスっていう名前に私してるんですけれども、そうしますと YouTube が見れると、まあ、いうことになります。はい、そうしますと今 YouTube の画面が開くようになったんですけれども、まあ、これによってですね、 YouTube で今回ですね、私久しぶりにこのキャスティングっていうのをちょっと使ってみたんですけれども、実は新しい機能というのがついてまして、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、こちらなんです。でこれですね、リモコンがなんと使えるように今回なっております。まあ、こういうふうにカーソルをですね押していただきますと、動いたのがお分かりいただけると思うんですけれども、まあ、これ私の動画なんで、まあ、非常に良いということにちょっと一言思うんですけれども、まあ、こういった形で YouTube の視聴ができると、まあ、いうことになります。で例えばこれすごく簡単でして、ここタップします。モーターマンオンラインカーズ、はい、そうしますと私のページが開くようになるんですけれども、まあ、ここで注意しなければならないのは、これ HDMI なので、まあ、あくまでも HDMI の出力になっております。なのでタッチパネルではないと、まあ、いうことになります。で、こちらで、まあ、操作をするということなわけなんですけれども、そうしますと、このような形で表示がされるようになります。はい、こんな感じで動画の視聴ができると、まあ、いうことになります。で、また、まあ、日頃、こう、携帯上で、まあ、YouTube を、まあ、見られているという方もいらっしゃると思うわけなんですけれども、まあ、そういった時は、もう、ここ、パッと、タップしていただければ、こちらの、モニターの方に、先ほどタップした動画が、すぐ見れるということで、使い勝手も非常にいいということになります。まあ、この、Chromecast 自体は、リモコンとかついてないんですけれども、まあ、携帯がリモコンになるということで、まあ、ファイヤースティック等も、まあ、似たような製品が出ておりますけれども、この Chromecast もですね、今最新のものになりますと、
だいぶ進化してるんだろうと思います。でこれはもうかなり前のものなんですけれども、まあ、それでもこういった形で操作系が非常に進化していると、まあ、いうことになりますので、まあ、お車で使っていただくというのも非常にうってつけなんではないかと思います。何よりもですね、これ携帯と、はい、ワイヤレスになっているということですよね。でこれ自体をもう据え付けしてしまえばいいと。で車に乗り込んだ際に HDMI に接続をすれば動画の視聴が、まあ、すぐにできてしまうということで、非常に実用性も高いということになります。これはね、かなり、ね、使いやすいんではないかと思います。今度はプライムビデオですね。そこそこ気になるところだと思うんですけれども、著作権侵害による影響で、まあ、ミラーリングの場合ですと動画が見れない場合というのがあります。でこの Chromecast に関しましてはどうなのっていうところでお見せしていこうと思うんですけれども、まあ、例えば90年代、まあ、私の世代なんですけども、まあ、スピードこちらなんですが、でキャスティングでここです。はい、今見ていただいてお分かりいただけるかと思うんですけれども、特に著作権侵害の影響を受けずに画面の方が表示されていて、映画の視聴というのがしっかりとできるのがお分かりいただけるかと思います。まあ、こういった点に関しましてもすごく使い勝手がいいと思います。後ほど紹介するんですが、まあ、こちらのライトニングのケーブルですね、まあ、こちらでミラーリングをされるパターンもあると思うんですけれども、こっちですと著作権侵害が引っかかってしまって Amazon プライムが見れないという場合もあったりしますが、まあ、こちらはそういったことが現状今ないということになります。でまたさらになんですけれども、動画を見ながら別の用途で携帯を使うということもできます。例えばインスタグラムを見たいといった場合なんですけれど、こういった形で映画を流しながら他のアプリを見るということもできるので、携帯を使って映画を流しているときに他の用途で携帯が使えないということもないということになります。そういった点に関しても非常に長けているということになります。で、また動画止めたい場合は、このプライムビデオのところなんですけれども、ここのキャスティングですね。このところ、キャストを停止というところを押していただければ、はい、このような形で停止するようになるということになります。これ非常に使いやすいんじゃないかと思います。特に、まあ、こういった AI ボックスなんかも、まあ、私のチャンネルで多くご紹介させていただいてるんですけれども、まあ、価格もかなりね、高額だったりします。ですが、こちらの HDMI カープレイアダプターを使うことによって、AI ボックスと同じような用途で使うと、まあ、いうこともできると、まあ、いうことになります。価格自体も AI ボックスと比べると非常に安いものになっておりますので、低コストで似たようなことができると、まあ、いう点において優れているということが皆様にご紹介できるかなと思います。次にこちらのライトニングを使った場合でのご紹介ということになります。もちろんこのライトニングでもミラーリングとして使用するということができます。でこちら HDMI をします。まあ、そうしますとこのように携帯の画面が見れると、まあ、いうことになります。ただここでの問題点というのは何かと言いますと、ミラーリングはできるんですけれども、これ基本的にはこちらの画面で映画を見るということになります。で複数の画面で映画を見るっていうことになりますと、まあ、著作権に引っかかる要因になるということになりますので、著作権侵害によってこのナビ上では動画が見れないということがたまにあったりします。まあ、今回どうかっていうところをお見せするんですけれども、はい、今現状ですとライトニングのケーブルを使っても先ほどの Chromecast と同じ形で映画を見るということは可能です。ただ何回かね使っているうちに、ここのところなんですけれども、著作権侵害の影響で視聴することができませんっていうのが出る場合っていうのがありました。まあ今現状そういうのがね、ないんですけれども、まあそういったところがありますので、確実に映画を楽しみたいという方は、やはりこういった Chromecast であるとか、まあ Fire Stick を使用される方が確実かなと
というところが言えるんじゃないかと思います。じゃあちょっと他の動画で他の映画で見てみようと思うんですけど、エアフォースワン、こちらで見てみようと思うんですけど、はい、今のところはですね、しっかりと見れるようになっていると、まあ、いうことになりますので、まあ、この動画でお伝えするということになりますと、このライトニングでも、まあ、十分に視聴する、十分に映画の視聴するということができるということになります。ただ、先ほどの Chromecast と同じように、映画を見ているときに他の用途で携帯を使うということが、まあ、できないということになります。まあ、この画面がもうダイレクトにこちらのディスプレイオーディオに反映されてしまうということがありますので、まあそういった使い勝手がちょっと限定されるというところっていうのが、まああるよと、まあいうことになります。まあ今までこちらの HDMI カープレイアダプターを使用させていただいたんですけれども、この AI ボックスというのも非常に人気があります。何が違うのかっていうところを簡単にご紹介をしておきますと、まずタッチパネルで全て操作ができるということになります。まあ同社の製品で AI ボックスも出ておりますので、まあそちらの方もご覧になっていただければと思うんですけれども、タッチパネルで全て操作が完結できてしまう。なおかつこれ据え置きの状態で使用することができるということになりますので、非常に使い勝手がいいという点になっております。なので、基本的には同じ操作ができるということになります。先ほどの Amazon プライムビデオなんですけれども、こちらの方も先ほどのスピードなんですけれども、はい、このような形で見ることができると、まあ、いうことになります。ただ、タッチパネルで操作ができるので、非常に使い勝手としてはいいということになります。で、これそもそもがもう Android 13になっておりますので、まあそれをそのままディスプレイとしてディスプレイオーディオに映しているというものになっております。はい、それでは最後に冒頭でまあご紹介してなかったこのカープレイですね。今回まあ新しく使えるということで、まあオッドキャストの製品との違いで一番このカープレイというのが使えるというところが非常に大きいところなわけなんですけれども、まあこちら使うとどうなるかっていうのを最後にお見せしていきたいと思います。で、カープレイのボタンを押します。そうしますと、ここ見ていただくと、自動で Wi-Fi 繋がったのが分かったかと思うんですけど、はい。そうしますと、一度繋げてしまって、自動接続という項目を選んでいただければ、特に接続等も必要なく、カープレイも使用できると、まあ、いうことになります。で、ここのホームボタンを押していただければ、またこのカープレイと HDMI 選択画面というのが出てきます。はい。で、こちらを押していただきますと、先ほど冒頭でご紹介した Chromecast の画面が出てきて、YouTube やプライムビデオ等が見えるということになります。はい、ということで今回なんですが、こちらのドリブンからリリースされております HDMI カープレイアダプターのご紹介をいたしました。で、今回はこの Chromecast ですね、まあ、久しぶりに私こちら使ってみたんですけれども、非常にね、使いやすいなと思いました。特にこの Chromecast をもう家で使っていて、まあ、いらない Chromecast、まあ、使っていない Chromecast がある方にとっては、この HDMI カーアダプター、安くディスプレイオーディオに動画の画面を映し出すと、まあ、いうことができる。AI ボックスを使ってもいいんですけども、AI ボックスまた新たに買うことになってしまいますので、もうすでにこういった、まあ、Fire Stick であるとか、Chromecast と持っているんであれば、まあ、この HDMI アダプターを買うことによって、同じようなことができてしまうという点においては、買う価値というのはあるんではないかと思います。また、まあ、こちらのライトニングのケーブルも、同じようなことができるんですけれども、まあ、ライトニングのケーブル以上に利便性の高い点というのを持っておりまして、ディスプレイオーディオと携帯、同時接続で別々の用途で使用すると、まあ、いうこともできると。まあ、こちらの製品の詳細は概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味がある方はご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。